自分のオリジナルのものを作るっていうのはすごく大事だと思う。いや、この卵食ったら絶対山田さん食べきれないと思います。そう、目つぶっても分かるじゃないですか。系風系じゃない方とかだったら、はい、もうちょっといっぱい挑戦していろんなことにチャレンジしたらいいような感じなんですけど、ちゃんと自分のあこれはここのお寿司だなって目つぶっても分かるようなこう突拍子もないイノベーティブじゃなくて、うん、その仕事仕事に、うん、あちゃんとこういう自分のはいはいはい、個性があるなっていうのが大事なんです。なるほど。なんで俺今まで来なかったんだ。でいいんですよね。舌を作っていくっていう作業もまず必要なんですよ、うん、でヒラメってやっぱり旨味の感じが1貫目に食べるにはちょうどいい旨味の加減なんで、うん、1貫目は白身を同じすることが多いですね、うん、1貫目、2貫目は舌を作る作業というか、まあ、いろんな考え方がありますからね、うん、マグロから出される方もいらっしゃれば、はい、最初の掴みである程度パンにしちゃうっていうところがありますよね。胃袋を掴む、胃袋を掴む、お腹が減ってるところにいやいや中トロとかポンと置くとやっぱちょっと満足度が上がりやすいんです、うん、だからまあ戦略としてはあんまり間違ってはないです、うん、その後の続けるのは結構大変なんですよ、うん、しりすぼみになっていくんで。なるほど、なるほどなと。これ無限にいくんじゃないですか。予想持ってたんですよね。僕のところはね、3種類おすすめ。3種類なんですか。米酢と赤酢と甘酢。あ、赤2種類です。赤2種類。でもなんか食べ疲れない。全然。そう、食べ疲れしないってのはすごい大事。日本酒を飲みましょう。わー、あると思う。すごいな、これ酔われてるんですよ。絶対凍るじゃないですか、これ。このお客様に無駄な緊張感を与えるっていう。もうここで僕行っちゃいますよ。この向かいに行ってもいいんじゃない。向かいますね。無駄な緊張感を与えるド S だな。
なんですよ。でも500人からだけ数えてないですよ。どんだけキャンセルが、まあまあコロナはしょうがないですけど、コロナじゃなくても、そういう当時からずっとキャンセルされてもおかしくんで全部的に行っちゃうと、いいと思います。めんどくさいじゃないですか、着信拒否するわけで。ああ楽ですね。YouTube のブロック機能でしょうか。あのめんどくさいやつが出すみたいな、はい、すぐブロックする。キャンセルリテラシーが低い人が多いんで、そうですよね。いやすごく謝ってくれるとかだったら申し訳ないとか、ね、本当にまた今度絶対行きますんでとかだったら、まあ、あまあしゃあないかなって、なんか事情があったら、あ、すいませんねとか言うと、あ、わかりましたわかりましたって言ってできる。本当に軽い人軽いですもんね。だからもう何つもりなんだろう、何件か予約してるんですよね、3件ぐらい。だから接待とかだとやっぱ相手の気分あるじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。お眼鏡にかかってやっていけばちょっとやってます。そんなことやったら飲食店のちっちゃい店も大変ですよね。本当ですよね。一個一個銀座のママが、ママさんとママが何回も電話してるんですけど全然つながらないんですけど、どういうことですかって言われて感動しましたよね。あのこれで出禁ですって言ったら、すごい食い下がる人がいて、なんで出禁になるんですかとか言われたら、すごい食い下がってくる。一生のうちに出禁になる店が一軒ぐらいあってもいいんじゃないですか。でも素敵な話で終わっちゃう。笑っちゃう。僕の買ってるカツオさんはもう多分豊洲でナンバーワンのカツオ屋さん。全然うまい。めちゃめちゃうまい。これでもちゃんとさっき僕舌を作るって言ったじゃないですか。ちゃんと理由が最初椎茸でしたんですよ。はい。椎茸って旨味成分が。ルタミン酸なんです。だから昆布と同じです、はい、だからそれにイノシン酸のカツオを合わせるとより美味しく感じるんです。理論が出てね、ちゃんとちゃんと。だからそういう料理って理屈なんで、こうすると美味しいみたいなのがあるんですよ。これを一発目に持ってこられても確かにちょっと違うかもしれない、ね、そうなんですよ。美味しいけど多分ちゃんとこう順番立ててこの順番で食べた方が美味しいです。香りすごいですね。香りすごいね。タコの香りすごい。うまいですね。だからこの香りとかを外国人の人に俺は知ってほしいです。そうですね。日本人は分かんない人いっぱいいるけど。鼻ぶっ壊れてんじゃないかな。口はおいよ。締め方があって、普通はここと一緒で、塩を打つか、もしくは濃い塩水につけて、そこに、塩を入れていくんです、そうすると芯が固くなるんですよ。でも僕の場合はそれが嫌なんで、酢水の塩水版を使うんですよ。そこで一発で決めちゃうんですよ。そうすると、芯粉のダメージが一番少ないです。なるほど。
チンコってやっぱり繊細な味の魚なんで、いかにそのダメージを少なく揚げてあげるかってすごい大事で、こういうみずみずしいチンコは初めてかもしれない。そうそう、やっぱ脱水しちゃうんですよ。脱水しちゃうと酢が入り込みすぎちゃって、うん、どっちにかみたいになっちゃうんですよ。よっちゃん本当によっちゃいかみたいなチンコしかないですから、みんな格付けグランプリ、よっちゃいかのチンコ一緒に食べたら絶対みんなわかんないですよ。んっつって、はいっつよっちゃいかですみたいな。進行ってみんなこうなんか台が溜まってた時の街をチェンカだなと思ってて、住む街しか知れないなと思って、石陰がいい、おいいです、夏だなもう、山椒、そうですね、七味なんですけど、山椒ベースムース、うまい、おいしいですね、うまい、もう一種類いいですか。はい、お手伝いして、はい、出た。うわぁ、聴力だもんな、余裕ありそうカウンターで、はい、うん、うん、ガッツンとこに、こんな感じでアホみたいな感じが寿司をパパパパパ食べていただくっていう感じの寿司です。いいです、最高じゃないですか。この赤身すごい酸味があっていいですね。美味しいですね。よかった、もう美味しい、こういう酸味を外国人にはやってほしいね。日本人でもわかんないけど、油好きだからみんな、なんか油食わしときゃみんな満足にやる。あれね、あれね、そうってホタテだって、もうトゥルントゥルしてめっちゃ甘いよ、すげえな、うまい、そう、肉厚、イアン県のマツワンってことで、おぉ、めっちゃ甘い、なんぞれ、うまいですよね、いやー、すごいですね、これいい顔しますね。いや、美味しい、このホタテはみんな感動するんじゃないですか、うん、ね、チュルンチュルンしてるけどな、あの味質、そう、うん、あんまりみんなやっぱ知らないですよね、うん、終わりです。早っ。39分で終わりました。すごいな。イエーイ、ノーカットでいいぐらい、ノーカットノーカットにすると悪口しか、まあ、そうそうそう、スローモーションで伸ばしてもすぐ15分ぐらい、ズワ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 、とろみすごいですね、うん、ね、美味しいですね、こんな卵焼き俺初めて欲しいんだよ、うん、なんかさっきのホッケもそうだし卵焼きもそうだし、自分のオリジナルのものを作るっていうのはすごい大事だと思う。いや、この卵焼き食ったら絶対山田さんの卵焼きだと思いますよ。そう、目つぶっても分かるじゃないですか、うん、どこのお店にもそういう料理が一品ぐらいはあっていいなと、うんと結構みんな安牌なやり方でしかやらないから、はいはいはい、ミニとマグロだけですから、はいはい、君にもらわない、超わかる、すげえわかる、今日だって赤身だと赤身しか出ない、はい、全然それでいいです。なんか追加します、5行きます、5関節行きますか、5で、じゃあ5で終わりで、はい、はい、5関行きましょう。チッとしますよ、だいぶ脱臭してサーモンと全然食感が違うんですよ、もちもち、すごい生感ってこと、後半の方はそうね、美味しいです、で、醤油水分抜くんでよりもち、これだいぶこせてるじゃないですか、もちみたい、そうです、もちみたいですね、もちみたい、食感と香りをコントロールするんですよ、なるほど、そういうのってやっぱりお寿司屋さんの面白いところですね。
え甘いよ、叩いた。めっちゃ叩きましたもんね、これ。これ叩いたのを食べたことが今までになかったんですよ。うん、でも叩くってすごい簡単なことじゃないですか。でも ただ叩いただけで味も変わるし、全然違う、食感も変わるし、こんな簡単なことなんですよ。美味しい、ね、ただ乗せてるだけの味しかない。そうそうそう、叩くによって舌への密着度が上がるんですよ。そうすると甘みが感じやすくなる。こういっぱい多分お寿司屋さんも行ってると思うんですけど、食べたことないもの多いじゃないですか。ないですね。ここの店しかないものってすごいで、それだけ行ってる人の方だから感動がでかいと思うんです。まだこんなのもあるんだと。そうですね。だから僕もやっぱいっぱいご飯屋さん行きますけど、たまにだからそういう料理と巡り合うと、ああ、まだ自分勉強不足やったなと思ってるんですよ。超個性的です。そうですね。うまっ。全部いいよな。うまっ。あんまりこれも食べたことがない。ない。どんどんね、また風味も変わってくるし。噛むと。面白いよね。内臓と。内臓と今度噛んでいくうちにどんどん味が変わる。いや、これすごい面白いし、多分ここしかないと思う。で、ここしかやんないと思う、これは。面白いな。面白いでしょ。いや、うまいな。やっぱりそうじゃないと分からないことになりますよね。へぇ、これなんてこういうの考えるんですか。潰したりやったらいいんですよ。それが僕のダメな点で、全部センスって言っちゃうんですよ。できる、僕の場合だから味見とか、あの実験とかまずしないんですよ、はいはい、一発でできちゃうんですよ。出ただから反感買いやすいんですよ。なるほど。それ言うとやっぱこう努力中の人いるじゃないですか、はい、努力した人がやっぱこう報われたい人いるじゃないですか。努力しない下からあのちゃんと結果があるでよみたいな感じ。勤勉な国民性がいる。だからもうセンスとかで言うともう絶対情熱大陸まで絶対呼ばれないです。センスで終わっちゃうんだ。センスで終わっちゃうから、なんかね、盛り合いのにね。これすごい苦労したんですよみたいな。一晩中バッと振ってましたね。できるまでに3ヶ月かかりましたから。いやいいのに、いや、もうすぐできますよ。でっかいですね。そうですね、そうですね。基本的に一番でかいじゃないですか。すげえでかい。ちゃんとこういうオールドスクールなやつもやりますよね。もともとで僕お寿司好きなんで、こういうさっきの小肌だったりカツオだったり、うん、ああいう本の仕事が好きなんですけど、でもなんかこう自分の個性が出せるポイントのところはそういう風に個性を出していく。甘エビとかは別に触ってないとこなんで、ポンジキラオーって好きです。ポンジキラめっちゃうまいですよ。へー、いい音。シンプル。いいものシンプルでいいんですよ。そうですね。めんどくさいじゃなくていいんですよ。あ、うまっ。うまいでしょ。うまい。うん。食感も少しシャキシャキした。うん。梨みたいな食感。今だから魚では今フルーツに残ってるんで。へー。うまいこれ。うまいですね。美味しいでしょ。お寿司より美味しかったでしょ。これは確かに、でもつまみいらないですね。いらない。ちゃんとこうドラマチック。はいはい。だから今度は茶碗蒸しもないし、お味噌汁もない、じかりもない、うん、全部それでちゃんとお寿司で成立するように作ってあります。なるほど。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。
colors.